メルボルン市電 W 型電車メルボルン市電 w 5系電車 W5 型はかつてオーストラリアメルボルンの路面電車であるメルボルン市電で使用されていた電車。1930年代に量産が実施され、車体や機器の形状が異なる3種類の車両が作られた。メルボルン市電で長年にわたり導入が実施された W 型電車の位形式で、 中央部に上降口を有する両運転台のボギー車である。車内は仕切りにより、中央の低床部分と前後の高い床部分の3箇所に分けられており、前車には木製の座席が備わっていた一方、後車にはクッション付きの布張り座席が設置されており、製造当初前車は喫煙者向けの座席としても使用されていた。車体は木製部品を用いた内装を含めた、 半構性で設計を単純化することで車体の強化や軽量化が図られた。台車や電気機器は車種によって異なり、CW5 型は製造時の社会情勢もあり、旧型電車の機器が流用されたが、W5 型や CW5 型については、メルボルン都市圏路面電車委員会が開発した台車や、アメリカが市中国の各企業が展開した電気機器、 制御装置などの心臓品が用いられた。詳細は事項で述べる。これらの車種は新型電車の導入により1980年代から廃車が始まり、MMTB の方針により1990年に他の W があったとともに営業運転から一時撤退した。その後、SW5 系のうち一両については1994年の シティサークル線の運行開始に伴い復帰したものの2011年に離脱したことが確認されている。それ以降2020年時点でメルボルン市電で営業運転に使用されている車両は存在しないがメルボルンに加えてシドニーやパースなど各地で多数の車両が保存されており中にはアメリカ合衆国のサバンナのようにオーストラリア国外で 動体保存が実施されている事例も存在する。メルボルン市内の路面電車が同市が運営する MMTB の管轄下に置かれて以降、同事業者は市内に残存していた路面ケーブルカーを順次路面電車へ置き換えていった。その中でエリザベスストリートのケーブルカーを転換するのに合わせて導入されたのが c w 合計である。 製造が実施された1930年代は世界恐慌の時期にあたりメルボルーンもその影響を免れなかった。そのため製造費用を節約する目的で CW5 型は C 型電車の台車や制御装置が流用された。当初は39両が製造される予定だったが実際に製造された5両において出力不足や 脱線の頻発といった不具合が頻発した結果、それ以上の増備は行われることがなかった。これらの車両は運用から外れた後、1956年に機器を交換し、W5 系電車への改造が実施された。756アメリカサバンナ上途後、CW5 系の失敗を受け、1936年以降の増備車両は、 台車や電気機器に心臓品を用いた W5 型に変更され、1939年までに120両が製造された。これらの車両は台車に MMTB で開発されたナンバーワン5と呼ばれる台車が採用され、軸バネに板バネではなくコイルバネを用いることで騒音の抑制や軽量化が図られた。主電動機はアメリカのゼネラルエレクトリック製の247。 A が用いられ、拡大車に2機設置された。制御装置は、直列6段、平行4段からなる、手動カム軸制御方式が採用されたが、一部車両については GE およびウェスチングハウスエレクトリック製の自動制御装置が、試験的に用いられた。一方、車体については、CW5 型と同様の構造を有し、中央部には、 扉がない乗降口が3カ所存在した。運行開始後はいくつかの改造が実施され、中央のみに設置されていた全消灯の左右への増設や中央部の座席の布張り座席への交換が実施された。また1960年代後半以降、3カ所に存在した乗降口のうち中央の狭い乗降口が塞がれた。 さらに1983年以降は延命を兼ねた近代化工事が行われ、2カ所に残された乗降口に引き戸式の扉が設けられたほか、形式名についても同様の形状を有する SW5 がへ、え、返入された。ただし対象となった車両は83両のみに止まり、工事は1986年に終了した。 728W5 型からの編入車両1939年に製造され、SW5 型という形式名が与えられた重量は、車体設計が変更され、引き戸式の乗降扉や金属製の窓枠が採用された。これは、同年に製造された次世代の路面電車車両の試作車として作られた SW6 系の設計をもとにしたもので、 メルボルン市電向けの量産車として初の採用事例となった。以降の増備は SW6 系の量産車移行したため新造車は重量のみに止まったが、1955年、1956年に事故で破損した W5 型が復旧時に SW5 型に改造されたほか、前述の通り1980年代に、 延命工事を受けた W5 系の83両が SW5 型に編入された。ありがとうございます。